デイリーメールは1896年創刊のイギリスで最も古いタブロイド誌。発行部数はザサンガ紙に次いで第2位。日刊誌として発行部数100万を超えた最初の新聞で現在の発行部数は200万部を超える。日刊誌として世界12位、英字紙としては世界最大規模の新聞の一つとなっている。イギリスでは 社会階層によって購読する新聞がはっきり分かれており、タイムズやガーディアンなど浮遊な上流層を対象とする高級誌に対し、デイリーメールは中華流の読者層をターゲットとしている大衆誌である。編集傾向は右派寄りで、反リベラリズムの傾向が強い。ライバル誌のデイリーエクスプレスとは対象とする読者層や政治的観点が似ているが、 発行部数では3倍以上の差をつけている。デイリーメールはアルフレッド・ハームズワースとハロルド・ハームズワースの兄弟によって1896年5月4日に当時の一般紙とは一線を隠す新聞として創刊された。内容を大衆向きなものとし記事も短くわかりやすくした。また他の日刊誌がのきなみ1ペニーだった中、デイリーメールは1、2ペニーとした。 そのため同志は相関早々に大きな成功を収め、間もなく発行部数は50万部を突破した。1906年、この新聞は世界初の英仏海峡横断飛行に対して1000ポンド、ロンドンマンチェスター間の飛行に対して1万ポンドの賞金を出す。1910年にどちらの飛行も成功し、賞金が支払われた。この新聞はドイツ帝国が 大英帝国に戦争を仕掛ける計画を進めているという記事を載せた。その結果、第一次世界大戦勃発の後、戦争を招いたとして批判される。大戦が勃発した際は、アルフレッドが徴兵制導入を主張して論争を引き起こした。また、1915年5月21日には英雄と考えられていた、 当時の陸軍大臣キッチナーに関してこの新聞は辛辣な批判記事を載せたため一晩で発行部数が138.6万部から23.8万部まで落ちた株式市場の会員は売れ残りの新聞を燃やして抗議しボイコットを始める当時の首相アスキスは我が国を破壊する新聞であると非難したキッチナーが死去した際この新聞はその死を 大英帝国の幸運と評した。この新聞は、その後、アスキス首相の批判運動を繰り広げ、1916年12月に首相は辞任する。公認のロイド・ジョージ首相は、アルフレッドの政府批判をかわすため、彼に入閣を要請するが断られている。1922年、アルフレッド・ハームズワースが亡くなると、ハロルド・ハームズワースがすべての経営を行うようになった。 1926年、発行部数が200万部を記録した。1971年、通常版からタブロイドサイズになった。1982年には、姉妹史ザ・メールオンサンデーが創刊された。2016年、イギリスの EU 離脱に関し、同志は反グローバリズムの立場で連日離脱支持の論人を張った。号をしたキャメロン首相は、で、 ハロルドの彦のジョナサン・ハームズワースを呼びつけ、当時のポールデイカー編集長の解任を要求した。ジョナサンは編集権の独立を理由に、キャメロンの要求を跳ねつけた。2017年2月8日、英語版ウィキペディアは、デイリーメールを信用できない情報源とし、原則として引用を禁止した。ありがとうございます。